はいどうもキリハです。今回は新しく実装されたルミとミナ、この2人のキャラクターを引くべきかどうかについてお話をしていこうと思います。結構難しい性能をしておりますので、皆さんの手助けになれるように解説していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。もう危ないな。優しく触ってね。私は子供じゃない。はい、もうこれだけ見ても引くべきだって言いたくなるんですけど、まず結論から言うとなんですが、この2人に関しては今回は引かなくてもいいんじゃないかと思ってます。ただ2人とも優秀なキャラクターであることは間違いないんですけど、必須かって言われるとちょっと難しいんですよね。どこかで役に立ちそうな感じはすごくするんですけど、優先順位めちゃくちゃ高く引いた方がいいのかと言われるとちょっと疑問が残ります。まあ、もちろんね、キャラクターが好きという方は絶対に引いてください。特に私のおすすめとしてはルミですね。ルミの母性とあのお姉ちゃん感、そして先生との距離の近さなんかはね、もう言葉では言い表せないぐらい。はい、まずルミなんですけども、仙台橋高級中学校の3年生となります。年齢は17歳で、もう大人の魅力たっぷりといったキャラクターですね。基本性能はストライカーのヒーラーのキャラクターとなっております。そして特徴的なのが武器がサブマシンガンなので、フロントのキャラクターなので結構前の方に出てしまう特徴の武器種になります。攻撃タイプは爆発、防御タイプは重装甲ということで、ヒーラーという点も踏まえて総力戦ヒエロニムスなんかで使われるのかなという印象です。そしてステータスの治癒力なんですけど、めちゃくちゃ高いわけではありません。ですがスキルの回復量がかなり倍率高いので、回復量自体はかなり高い部類に入ります。それではスキルを見ていきましょう。 EX スキル、コストは4コスト。ヒーラーの回復にしては結構重めですよね。自身を除く味方1人を対象としてチャーハンを渡し回復、そしてそのチャーハンが近くの味方に跳ねていって、その跳ねていった味方も回復をします。で、1番目と最後4番目に当たったキャラクターは 223% 分の回復、その間の2番目と3番目に当たった味方は 156% の回復、まあ、最初と最後が一番回復するわけですね。そして最初と最後の1番目4番目の対象に対しては弱体状態の解除までつきます。弱体状態というのは防御力ダウンだったり、そういったいわゆるデバフを解除ということですね。弱体状態を解除することでめちゃくちゃ有利になる総力戦のボスがいます。有利というか解除が必須みたいな感じですけど、これから行われる総力戦ペロロジラですね。総力戦ペロロジラはこちらの生徒の防御力をゼロにするビームを打ってきますので、それを解除しないとあっという間に落とされてしまう総力戦です。そのため弱体状態が解除できるタンクの夏が大活躍しておりまして、先日実装されたレイサも弱体状態を解除なので、おそらく使われることでしょう。で、それをですねヒーラーが行ってくれるということで、なかなか便利なスキルになってます。ですがここが初心者さんにちょっとおすすめしづらいなっていうところなんですけど、この弱体状態の解除に関しては EX スキルのレベルが5まで上がってないとつきません。なのでこれだけは注意になります。弱体状態の解除だけできればいいから、スキルレベル1で使うっていうのができないわけですね。そして回復量ですが、かなり大きめの数値になってます。ストライカー枠で味方全体を回復できるとなると、小春と比べることになりますが、小春よりも全然回復します。ただしコストは4コストでかなり使いづらいですね。これだけがネックです。そしてさらにルミに関してはこのサブスキルで回復量をさらに上乗せすることができます。このサブスキルは EX スキルで回復した味方にさらに持続回復までつけます。60秒間回復するわけなんですけど、回復する回数は15回回復します。スキルレベルマックスだと 3.3% の回復なので、おおよそ 50% 近く回復が上乗せされます。まあ、60秒間上書きをしなければの話ですけどね。これもあって回復量としてはルミはかなり優秀な部類に入ります。なのでストライカー枠の回復が欲しい、小春だけじゃ足らないと思っている方なんかはルミもかなりおすすめにはなりますが、小春は今現状総力戦コインで手に入るところを考えると手軽に手に入っちゃうので、ルミの価値が少し薄れますよね。それでも回復量はルミの方が全然上なので、おそらく使い分けることになるでしょう。
そしてパッシブスキルは通常攻撃の射程を100増加。最初にも言いましたが、サブマシンガンのフロントのキャラクターなので、かなり前の方に出てしまいます。ですが、射程を100、パッシブスキルでプラスしてくれますので、これによって生存力が上がります。さらに治癒力も上げてくれますので、回復量も申し分ないですね。そしてノーマルスキルは30秒と短いスパンで、かなり広い扇形範囲の敵に対して 430% 分のダメージ。倍率かなり大きく見えるんですけど、ヒーラーで攻撃力めちゃくちゃ低いので、火力自体はねそんなに期待できるものではありません。そして固有武器が星2になりますと、さらに治癒力を固定値で上げてくれます。トップレベルの治癒力とは言わないんですけど、十分な治癒力を持っておりますので、回復の倍率も高いことから海は優秀なヒーラーと言えるでしょう。ではなぜ引かなくてもいいんじゃないかという話なんですけど、まず EX スキルのコストが4コストと重いところもネックです。現状活躍しているヒーラーの小春は3コストですし、オコナも単体ではありますが2コストとなります。ちょっと使いづらくはあるんですけど、体操服のマリーも3コストですよね。なのでこれがさらに1コスト上乗せになると思うと、ちょっと使いづらさを感じてしまうと思います。さらに用途として近く使える小春と比べた時に、小春は長くやってれば総力戦コインで交換が可能なので、似た役割のヒーラーがいずれは手に入るっていうところと、攻撃タイプと防御タイプが小春と全く同じなんですよね。例えばこれが防御タイプが違うとなれば、ちょっと話が変わってくるんですけど、使う用途まで近くなってしまうと、あとは回復量だけになってきます。まあ、最近はヒエロニムスの回復に関しては、小春の回復はちょっと量が少なかったので、フォーメントのような最高難易度で使う場合なんかは、ルミの方が活躍する可能性全然あります。ですがそこまで最高難易度をやりたいという方じゃなければ、ルミの活躍の場はちょっと少ないかもしれませんね。ただし、船外鏡という育成ハードルの低さは評価できるポイントです。はい、続きましてニナですが、船外鏡高級中学校の2年生16歳です。めちゃくちゃハードボイドでかっこいい見た目なんですけど、ちょっとアレな感じがイベントストーリーで明らかになりました。まあ、あれはあれで可愛かったですよね。声は佐藤里奈さんということで、皆さん大好きな声優さんじゃないかなと思います。そんなニナですが、ストライカーのキャラクターで、ハンドガンの武器種、そしてサポーターということで、様々なデバフなどを持っております。地形適性は、屋内が得意な S、屋外が B、市街地が苦手の D となっております。で、かなり癖の強いキャラクターなので、正直使ってみないと強さがわかりづらいんで、私もはっきりとしたことはなかなかちょっと言えないんですけど、ご了承ください。まずサポーターなだけあって攻撃力はめちゃくちゃ低いです。そして武器も手袋、ヘアピン、バッジ、お守りということで、ちょっと攻撃にも特化していない感じですね。手袋で会心率が上がっているので、このお守りは時計にしてほしかったなーって思います。時計じゃないだけで全然火力変わってきますからね。はい、それではスキルを見ていきましょう。EX スキル、コストは3コスト。敵1人に対して攻撃力の 593% 分のダメージ。元の攻撃力が低いので、結構おまけ的なダメージですね。さらに攻撃力、回避値、命中値を減少ということで、会心ダメージなどを下げて、うおー強いというキャラクターが最近多かったんですけど、なんと回避値と命中値を下げるというかなり特殊な感じになってます。ただ攻撃力を下げてくれるのは、最近の超高難易度の総力戦などに使える時が来る気がしてます。そしてこれが50秒間続くので、3コストで使ってさらに50秒間開けて OK ということで、結構サブ的な使い方になりそうです。そしてこの3つのデバフを与えるというところに価値があります。それがこちらのノーマルスキルにつながってきまして、通常攻撃を8回するごとに攻撃力の 423% 分のダメージを与えてくれます。そしてさらに対象にデバフが乗っている数によって追加ダメージが入ります。それがデバフが3つだと846、デバフ4つで1269、デバフ5つでなんと1693% 分のダメージが入ります。ノーマルスキルで 1693%、 もうこれだけ聞くとねめちゃくちゃ強そうです。さらにこれ追加ダメージなんで、最初の 423% 分のダメージも入ります。
2000% オーバー。例えばヒエロニムスのような敵だと生物で非ダメージアップのデバフをかけることもできますので、容易にデバフ5つ以上になるでしょう。先ほどの EX スキルを1発打つと3つかかりますしね。といった意味合いで EX スキルは重要なのでしょう。つまり置物として置いておいてもデバフさえかかっていればこのノーマルスキルでダメージを出してくれるわけです。元の攻撃力が低かったり、時計の装備ではなくお守りなんで期待している以上にダメージは出ないと思うんですけど、それでも火力は出そうです。そしてさらに優秀なのが通常攻撃結構早いです。8回行うのに計測したらだいたい14秒から15秒でノーマルスキルが発動しておりました、まあ、その後すぐにリロードするんでね、少しだけディレイはありますけども、およそ15秒ぐらいでこの倍率のノーマルスキルを打ってくれると考えると、置いておけば結構火力を出してくれそうです。そして敵の痛い攻撃の時に攻撃力ダウンをかければ味方の安全も確保できるかもしれませんね。そしてサブスキルは EX スキルと連動してまして、 EX を使った時に攻撃力、回避値、命中値を 35.8% 20秒間増加してくれます。もともと攻撃力はかなり低いのでこの攻撃力アップは地味にありがたいですね。そしてパッシブスキルなんですが、なぜか回避値ということで 26.6% を増加します。もともとの回避値がねめちゃくちゃ高いのかなと思ったんですけど、まあ、762で、まあ、アタッカーの中ではまあ普通って感じですね。さらに回避値を増加できる装備もバッチなのかなと思ったんですけど、なんとヘアピンということで、なんかノーマルスキルがうまく壊れないように調整されてる気がしてます。そして固有武器星2になりまして、パッシブスキルプラスになりますと命中値が増加します。かたくなに攻撃を上げてくれないっていうね、まあ、そんなこんなでちょっとノーマルスキル強そうなんですけど、他のスキルがちょっと中途半端な部分多いかなという印象です。ですが EX スキルで50秒間攻撃力を 30% ぐらい下げてくれるっていうのは超高難易度クエストなんかでも使えそうですし、無理に EX を使わなくてもノーマルスキルで火力を出してくれればコストも浮きますので、どこかで使えそうな感じはしてます。ということでミナの特徴としては攻撃力を下げて全体の生存率を上げつつ、ノーマルスキルで黙っていても火力を出してくれるキャラクターという特徴ですね。ですがこの2人のキャラクターが必須かと言われるとやっぱりちょっと疑問が残りますね。持っていないと困ることはあるかもしれませんが、いないと無理という感じにはならなそうです。超高難易度クエストとかで使われると思いますけど、まあ正直それもいなくてもなんとかなるんじゃないかなと思ってしまいます。まあ、正直月末のペロロジラはめちゃくちゃ怖いんで、ルミの弱体解除は必要かもしれませんけどね。まあトーメントに挑む方もそう多くないと思いますので、まあ、今回のガチャはちょっとスルーしちゃってすり抜けでいつか出るのを待ってもいいのかなと思ってしまいました。なんだ先生か、ここに来ること忘れちゃったのかと思ったよ。ルミ会長のこの距離感の近さがたまんないんだよな。ということで今回はルミとミナ引くべきかどうかについてお話をさせていただきました。夏も近く限定もおそらくたくさん来ると思われますので、今回は貯蓄を推奨しておきます。ですが何度も言いますがめちゃくちゃ可愛いので堪能したい方はぜひ聞いてください。ということで今回はこの辺で、高評価も押してくださると励みになります。ご視聴ありがとうございました。